皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは単発イベントの集客力を上げるイベント企画の考え方ということについてお話をしたいと思います。教室の先生とかですとですね、通常のまあレギュラーレッスン、まあ、それがコース制になっている方だとコース以外のものは単発イベントレッスンっていうまあ言い方になるのかもしれませんし、普段レギュラーで毎月当たり前のようにやってるもの以外、突発的に不定期で行うものをまあイベントレッスンっていう名前で呼んだりすることが多いと思うんですけれども、そもそも毎月毎月頑張って集客してる方にとっては毎月がイベントレッスンってことになってしまうのかもしれませんが、まあ、一応そういう定義であるという前提でお話をしていくんですけれどもね。単発のイベントレッスンっていうのは、そのコース制とか連続する何か物語とかストーリーがあるようなレッスンよりは、まあ、イベントっていう名前がつくだけあって、こう通常と違う違う層の方であったりとか、まあ、普通のレッスンではないようなものがそこに入ってくるっていうような時に、まあ、イベントレッスンっていうような多分呼び方をすることになると思うんですよ。例えば私の、ファンの教室だった時のイベントレッスンはどういうものがあったかっていうと、通常のレギュラーレッスンは、まあ、例えば7つの天然工房のパンを作るクラスとか、パンと写真を作るクラスということでカリキュラムが決まっていて、1月から6月、ないしは下期のクールだと7月12月、これがまあ6ヶ月に一度同じパンをこう繰り返し作っていくように、私の方はですよ、入る方は6ヶ月だけなんですけど、 6回タームでこう回っていくから6回終わるとこういう人になれますみたいな、一応テーマが決まってるわけですよね。一旦例えばそのベーシックが終わると、天然酵母7個ですけれども、その特徴が分かって、自分はどういうパン作りをしたいのかっていうのに合わせた酵母を選ぶことができて、かつその酵母を使ったパンを一つのレシピがあったとして、それを違う工房で作る時のレシピ替えができるようになるみたいな、このあたりが、まあ、ベーシックでできることっていう一応ゴールになってるんですよね。で、季節の、イベントレッスンってじゃあどういうもので組んでたかっていうと、その工房はもちろん扱うんですけれども、そうですね、例えば割と人気だったやつとかがですね、4種のベーグルを、4つの酵母使って、味も甘い系2つ辛い系2つみたいな、そういう4つのベーグルを一気に習うみたいな、4種の酵母使ってですよ。だから普通のクラスであまりやらない、まあ忙しいんですけどね、私もとても、まあでもたまにはそういうちょっとイベント性が強いレッスンとか入れたりしてやったりとかしてましたね。あとは変わった特別な材料が手に入って、それがまだ世の中に浸透してないようなものでやるような時とかですね、これで人気だったのがラムネの味がするあんこで作るパン、夏のパンとして、出した時にすごいバーッと人気が出たイベントレッスンだったりとかしましたね。あとはパンを私は確かに扱っているんですけれども、飾りパンっていう領域があって、食べないパンですね。まあ粉は、小麦粉とあとライ麦粉を使って、かなり硬い状態でこねていって、バスケット作ったりとか、ちっちゃいアイテム作ったりとかですね、まあそういうものをやっていくんですけれども、そちらの方のクラスっていうのもまたイベントレッスンですね。あとパン教室なんですけれども、ニーダーでうどんとかも作ることができましたし、ニーダーの会社では製麺機とかも扱っていたので、まあ、うどんのレッスンとかですね、まあ、そういう、 こう普通じゃないものから外れてるのはみんなイベントレッスンっていうことになるんですけれども、まあ、イベントレッスンがあります。でこのイベントレッスンの集客に苦労する方っていうのは、そもそもイベントレッスンの趣旨と、目的ですね、ご本人がそれによって得たい成果をどう設定するのかによって集客力が変わってくる、まあ、企画力のところになるんですけれども、 そのイベント集客が大変ですっていう方
に対して、まあ、今日のお話はしていくんですが、どういう趣旨で考えていったらいいのか、そんなことを今日はテーマにしたいと思います。まずですね、なぜイベントレッスンを組みたいのかっていう、ここがまず第一なんですけどね。目的ってあるんですよ。でそれを聞くとですね、大概それやりたいと思ったからとかっていう答えか、生徒さんが要望するから、大体この答えが多いですね。はい、大体この答えが多いで、別に両方とも間違ってないんですよ。間違ってないんです。だけれどもその考え方がずれてしまうと集客しづらい企画になっちゃうので、その2つの場合の、考え方をちょっと一個ずつ紐解きますね。まず自分がしたいと思って組む場合ですね。これはやっぱり難しいんですよ。自分がしたいからです。集客っていう部分で考えると来てくれる人がいるわけですよね。その来てくれる人のニーズというか、やりたいことに合わせた形でイベントが組まれていればまだちょっとは集客できる可能性が上がるんですけれども、自分がやりたくてやるわけですよね。だからそれに合った人を探しに行かないといけないので、そもそも集客のハードルが上がるわけですよ。でじゃあ自分がやりたいんだとします。で集めたとします。できたとしますけど、そのゴールは何なのかっていうことですね。やりたいから やったらそれでもちろん いいんでしょうけど、開催ができたとしたらですよ。だから自己満足っていうところでゴールを求めるのか、例えば何か本講座みたいなのが自分を持っていてですね、その講座に興味を持ってもらうために開催しているのか、これはでも自分がやりたいからやるんですけどね、体験会みたいなプチレッスンみたいな形でやることにするからそれがあるのか、本当に単純に採算度外視でもいいからやりたくてやるのかとか、このあたりのゴールをですね、まず自分で決めないといけないんですよね。例えば採算度外視でもいいから、とにかくやってみないと分かんなくてやりたいからやるっていう場合には、プラスマイナスゼロでもいいし、場合によっては赤字でもいいということになります。はい、趣旨がそういう趣旨だから。で赤字でもいいということでやる場合には、ボランティアなしは趣味のレベルということになるので、他の採算部門で収益が出てる時に、赤字になってもいいと思ってやるか、時間もお金も使うことになりますからね。いいんですよ、社会貢献とかボランティアっていう部門はここで全然大丈夫です。要はそれを自分が理解してやってるかどうかっていう、ここが結構ポイントですよね。はい、あとだから自己満足ってことも一緒です。この会を作ることができた、満足、終わりで以上って構わないんですよね。だから何かしら収益が欲しいと思って、そのイベントもしも組むのであれば、やっぱり採算ベース合うように組まないといけないっていうことは、望まれるものをやった方がそれは採算ベースには合うことになります。ちなみに私の経験談なんですけど、私は横浜在住です。で今関西と東京行ったり来たりしている。関西の拠点もだいぶ作れるようになったんですけれども、これを作る道のりはやっぱ 3,4 年かかっててますね。そもそも横浜の人間なんで、関西では私全然有名じゃないです。横浜でもどれだけ有名かっていう話はありますけどね。ただもともと私のサービスは全国区で広げていきたいなというふうに思っていたので、大型拠点である東京関東圏と関西圏というのは2大拠点として持っておきたいというふうに思っていました。でさらにその出だしの頃ですね、関西に通うきっかけになったのは、定例的に開催されている勉強会が関西で3ヶ月に1回ぐらいあったんですよ。その勉強会に勉強しに行くために行きたいです。行きたいんですよ。で交通費も使っていきますと考えると、そのためだけに行くのだともったいないので、そこで何か、関西の方と接点を持つようなことができたりとか、自分のサービスを関西の人にも受け入れられるのかっていうのも試すためにですね、
動機はまずセミナーに自分が勉強のために来たかった。その前後に、セミナーを組む形で、関西の人といろんな話を聞きながらですね、できないかっていうのでやり始めたのが私の関西セミナーのスタートなんです。ということは、私がやりたいんですよ、まずは。で、ニーズはもちろん調査はするんですけど、最初は関西の人のやっぱりニーズと関東の人のニーズ違うのでわからないんですよ。特に電子書籍セミナーを最初関西で私やったんですよ。関東の方ではそこそこ受けていたのでですね、関西の方はですね、本当集客苦労しました。全然集まらなかったです。で、文化がね、あるんですよ。関西の人を別にどうのこうの言うつもりはないんですけど、関西やっぱね、食べ物の文化の県なんで、学術的な学びに対してお金を払うっていうよりは、食べ物系の体験とかそういったものとかだとお得感があるから人が来やすいっていう、そういう話を関西の人から聞いたこともあってですね、勉強するなら関西の人でも東京に来ちゃうとかいう話も聞いたことがあるぐらいな感じなんで、関西ってそういう市場なんだって思って、集客に苦労したんです。結果として関西での電子書籍セミナーとかも開催できるようにはなったんですけど、やっぱ東京で開催するよりも集めにくいですね。それをしたいっていう人がいて、自分の中でグループが見つけることができた時に関西で開催してるっていう感じになるので、出だしとかはですね、かなり難しいんですよ、自分がやりたくてやる場合にはです。なので、これは何が難しいかっていうと、 TPO ですね、タイム、プレイス、オケージョン、機会、タイム、時間ですね、プレイス、場所、あとオケージョン、機会っていうことで、要はそれ全部私が決めちゃってるじゃないですか。この時間にやるとか、だってそこの期間にしかいないから、その時間のその場所のその機会でやるしかない、全部私が決めちゃってるんですよね。プレイスもそうです。集めやすそうなとこで心斎橋とかっていうので梅田で設定したりとかはしてましたけれどもね、それでも皆さんが来やすいとこはどこなのか、心斎橋梅田あたりはそんなに難しい場所ではないんですけれども、その場所も私が決めているっていうことですね。あとオケーション、これが一番難しいんですよね。その呼びたい人ないしはそれに反応する人が、その機会じゃないとダメっていう後押しをされる、なんていうの、きっかけになる時期かどうか、要は電子書籍なんて出したいタイミングじゃないと出さないですよ。教室の先生向けのとか、写真をまとめて出したい人向けのっていうのは人気が出たんですけど、とはいえそれは写真をやってる先生とコラボをするからできるのであって、単体だとそうそう出したい人がいなかったんですよね。で、写真の方に転換して、文章を書く電子書籍ももちろん私教えられるんですけれども、そちらのニーズよりも写真集出しましょうって言った方が楽だったし、分かりやすかったし、時間がかからなかったんですよね。写真集を作る技能でレシピ集も作ることができるので、パンの先生、お菓子の先生、料理の先生っていうのは、レシピ、自分のレシピを出したいっていう方が結構多いので、そういう意味ではニーズに合っていたということで、同じ電子書籍なんだけど、写真集に寄せたことによって開催と開講が上手にできるようになったんですね。それが分かるまで土地柄を知り、相手を知りっていうとこまでの落とし込み2年間かかりましたね。それまではいいんですよ、赤字って言って集まんなかったとしても、もともと行きたいセミナーがあってくっつけてただけなので、どのみち関西に行くから。ただこれがですね、自分で関西にそうしたいと思って交通費も払って何を払ってっていうふうになると、ちょっと大変だったはずです。それが入っちゃってるからやる。で、同じようにそこがもう拠点として仕事入っちゃってるから、違う法人のお仕事とかもそこにくっつけながら関西圏の需要をどんどん広げてって、今結構関西のクライアントさんも私多いんですけどね。当初は関西の方はこちらの関東に来て受講してもらってたので、関西にあまりそういうのがないんですって言われたのがきっかけで、関西を広げようと思って、コンサル系のそういったセミナーとかも関西で
多くやるようになったんですね。通常コンサルさんとかは東京とかでやることが多いのは知っていたので、関西圏にわざわざ行ってやるっていう人が少ないって聞いていたから、わざわざ関西に行って私やってたりとかしてるんですけれどもね。まあ、そういう事情があります。要は自分発信だとそもそも集客難しいんですよ、イベント集客っていうのは。だからそれを理解してまずやってるかどうかっていうのがまず第一点ですね。で、第二点目は、お客様がやりたいと言ったからやるっていう場合、これも別に悪くはないんですよ。やりたいっていうってことは声がそこにあるわけですから、まず一人の人がいればまず一人は確保できるわけなので全然 OK なんですけれども、そのイベントの趣旨が本当にその人一人しか喜ばない超コアコアなニッチなイベントだったら、それはやっぱりちょっと立てるのを考えた方がいいですね。で、その人の要望の中からもうちょっと多数の人に引っかかるような、やりたいなと思うような内容にまで変換していって、アレンジしていってイベントを組めば集めやすくなります。はい、だからイベントそのものは声があるから立てていくっていうのももちろんいいんですよ。いいんですけれども、ある程度ですね、人数いるかなっていうのが調査できるような状態で初めて立てる方が失敗はないですよね。はい、で、じゃあ失敗がない調査をしてイベントを立てることができる一番いい方法は何だと思いますか？それは自分が提供できるサービスを割と喜んで受けたい、ないしは買いたいと思う集団を持ってるか持ってないかなんですよ。コミュニティっていう名前でも構いませんし、そういう会員さんっていう名前でも構いませんし、何でもいいんですけど、その集団母体を持ってればイベント集客は割としやすいです。集団母体持ってなくてニーズはなんとなく見えてるけれども、まずそれをブログにちょっと書いてみるとか、インスタちょっと上げてみるとか、フェイスブック上げてみるとか、このレベルだとですね、やっぱり集めにくいんですよ。自分のサービスを喜んで受ける母体をそもそも持ってるっていうことが、イベント集客の集客力を上げる一番の近道なんですよ。だからイベントを立てるからそのイベントで集めるんじゃなくて、そもそもそういう何か将来イベントを作るためというか、イベントをやっても集めやすいような普段からコミュニケーションが取れている母体と集団を持ってるかっていうのがやっぱり一番肝になってくると思ってるんですね。私の例で言うと、例えばパン教室だった時は、パン教室のコース制のコースレッスンを受けてくれた人の名簿っていうのはいっぱいありますので、何のためにイベントを立てるのかっていうと、その人たちの、まあ、興味を引き続けるというか、たまには会う機会を作るために最短度外視で、作るイベントが私の場合には多かったです。そしてその最短度外視のイベントであれば、まず私を知ってもらうきっかけとして、外部の人が初めて来る単発イベントですからねっていうきっかけ作りのための両方でいいかなと思っていたので、コースでしっかり収益は取ります、だけどイベントレッスンでは収益度外視っていう、そういう組み方を非常によくやっていました。だから当然ですけどお得なわけですよ。普段やらないレッスンなのにその内容に比べたら金額安いからです。そうするとまあ当然埋まりますよね。はい、でうちのメンバーだけでやってうちのっていうか、もうすでに私のレッスンを受けた方のまあお喜び、ありがとうみたいな気分で入ってもらっても構わないし、新規の人が入ってもらってもどっちでも構わなかったんですけど、結果やっぱり私の行動をウォッチングしてるっていうのは私の会員さんがほとんどだったんで、新しいイベント立てるよみたいな感じで言うと、立てるよって言った瞬間からもう埋まっていってしまっていたので、なかなか外に出る機会がないイベントも多かったですね。はい、
口頭で伝えている時に埋まっちゃう時とかもあったりとかしましたからね。イベントを組む以前の問題で、思いつきレベルでたまたまその日そのレッスンにいた人たちがこんなんやってみようかなと思うんだけれどもって言ったら、行きたいです行きたいですって言って、その場で4人とか決まっちゃったらもうクローズなんですよ。それでパンの時は特に人数少なくやってたので、そうすると追加日程追加日程で出していく形になってやってたりとかしてたので、反応しやすい母体を持ってるかどうかっていうのは非常に大きなポイントですね。イベント集客とかだったらイベントを外からもちろん集めるっていう方法もありますよ。あるんですけど即効性がね難しいんですよ。やはり広告とかを使っても結構やっぱ薄めの人を幅広くやんなきゃいけないので、そこそこお金もかかってしまいますからね。なので、自分がそういうコミュニティないしは会員制度を動かしている人は割とイベントレッスンも組みやすいはずです。だから何のためにイベントを組むのかっていう話なんですよね。でもう一個ちなみに例を言うと、私のコンサルメンバーさんのために、私は内部のために結構セミナーとかを多く開催しているんですけれども、それっていうのは皆さんの、集客だったりとか事業がアップするのに必要だよねっていう、要は日々のコンサル1時間レベルで教えきれないような内容を3時間とか6時間とかで集中的にあるテーマに沿って教えていくっていう、そういう講座をたくさん持ってるわけですよ。でそうするとそれっていうのは、ある時例えば会員さんからこれを知りたいですって言った時に、その人数は数人いたらじゃあ開講しようかなと思って、すでに私の会員の内部の方いらっしゃいますから、その中にこんな講座の声が上がりました、興味がある方いらっしゃれば3人いればやりますみたいに言うと、はいはいはいって手が上がればもうそれで講座開講成立ってことで、当然外に出す必要もないし、その中だけで埋まっていくっていう感じですね。で同等にその中の皆さんに喜んでもらえるような企画を考えるのは私の仕事になるので、会員さんのそのお喜びの、講座みたいなのも当然あるわけですよ。普段はちゃんとお金いただいてますけど、そうじゃないお遊び気分でやってもらうような、セミナーと懇親会みたいなのがくっついてるのを数ヶ月に一度会員さん向けに開催してる時には場所代レベルぐらいでいただければもう OK みたいな形で、むしろそのみんなでこうなんていうのかな、悩みじゃないけれども今こんな状況でとかいうのでこう雑談しながら解決策を見てってもらおうかなっていう、私のセミナーはもちろん役に立つようなセミナーはやるんですけれども、そういう、こう集まりを定期的にできるような会を作っているんですね。そうするとだからイベント集客はもちろん大掛かりな私の出版記念パーティーみたいな、そういう大掛かりなものとかは結構ね真剣に集客やりますけれども、そうでないものは割と内部内輪内輪で大体埋まっていくことが多いので、そういったお客様との関係を持てるようなコミュニティを持ってるっていうのがそもそもイベント集客の上では大前提としてあった方がいいスキルなんですよね。でじゃあそれがないけどイベントで集めたいっていう場合にはどうしたらいいのか、じゃあ一人そういう方がいらっしゃったとして、その人がなぜそれを欲しがってるのかっていう内容を理解して、それと同等の人を集めるにはどういう属性に対して訴えていく、キャッチコピーであったりとか文章とか内容はどういうものがいいのかっていうのは考えていかないといけないんですけども、何かを人が買うっていう時の意思購買決定プロセスっていうのがありまして、まず一番目がその問題意識を持つっていうことで、何かを欲しいと思う瞬間を持ってもらわなきゃいけない。で今度2番目は情報探索をしていきますので、それが Google 検索なのか YouTube 内検索なのかインスタハッシュタグで検索するのかは別として、欲しい、その何かサービスを欲しいと思うから情報検索をし始めますよね。でそう今度はその情報を評価する、これが3番目の段階になります。こういうのがあって自分がどうやら欲しいのは分かった、でそれを本当に買うかどうかっていうのを精査する段階、これが3段階目になって、で4段階目が購買決定をしていきます。よし買おうって、このプロセス
ですよね。だから何かを欲しいという問題認識をしてもらうためには、自分の商品はどういう人に届ければ欲しいと思ってもらえる商品なのかっていう問題認識をしてもらうための訴え方をしないといけないですよね。で、情報探索行動をされるわけですから、情報探索にかかるところに乗っかるようなところに自分がいないとダメで、だからどのチャンネルですね、それが検索エンジン系なのか、そのソーシャルネットワークシステム上のなのか、その中のどこかにいる人に向かって見つけてもらうように自分が情報発信しないといけないので、だからコミュニティを持ってるよりも時間がかかるし、お金もかかって大変なんですよね。で、今度は情報評価になります。それを買うか買わないかっていう後押しの部分で、さっき言った TPO が関わってきます。タイムプレイスオケージョンですね。要はその人にとって時期なのか、その人にとっていい場所なのか、その人にとっていいチャンス、タイミングなのか、この3つをクリアするのもなかなか大変なんですよ。場所がって言ったら、私の場合は東京なのか関西なのか、まあ、これをクリアする一つの手段として、Zoom っていうオンラインで学ぶっていう方法もあるように、私はオンラインでなるべく講座を同時開講できるようにはしているんですけれども、距離の問題はそれで解決できますね。プレイス、もうそれで解決できる。あとオケージョンはね、その人にとってそれの学びたい時期かどうかっていうのが必要になってくる大きな要因になりますので、そこがずれているとやっぱり決まらないんですよね。だから価格がダメなのかもしれないし、その時期がダメなのかもしれないし、それを判断してもらう時期で後押しする何か要因は考えないといけないんですけどね。季節的なプロモーションが必要な商品であれば、その季節を使って後押しをしなくちゃいけなくって、今じゃないとダメみたいな、そのあたりをやってイベントっていうのは集客していくことになります。イベントですからね。はい。ちょうどですね、たまたまなんですけど、チラシがですね、うちのポストに入ってました。これね、お掃除本部っていう、本気のプロが来る大掃除っていうことで、大混雑が予想される12月じゃなくて、今から10月終わりまでの、早く頼んで割引があるみたいな、まとめ割引、組み合わせ10、2箇所以上の注文なら2000匹とかね。これっていうのは、まずそのそろそろ大掃除考えませんかっていう時期がやってくるんですよ、そろそろ。で、それよりさらに前の時期で、まだ向こうにも大混雑でこう入ってこない時期に需要を喚起するために、9月10月っていう早期割引っていうのをやっているわけですよね。でも大掃除っていう一大イベントがあるんですよ。それより早くっていうことで、機会をずらすことによって需要を上げるっていうことで、そこにあと価格割引ですね。価格を安くするから今決断してねっていう、そういうオファーなんで、これとても分かりやすいですよね。だから考えないといけないです。お掃除どのみち頼むって思ってる人は2ヶ月ぐらい早くてもいいんじゃないかみたいな感じで、ちなみに私のサイクル最近そうです。10月か11月にはお掃除的なプロのお掃除はお願いしています。やっぱり自分ではやりきれないところの、細かい処理とかができると、そこを格闘して頑張るよりもですね、そこはお願いして、健やかに普通のルーティンな仕事をやっていく。12月もちろんやりますよ、整理とかやるんですけれども、寒いじゃないですか。で、その窓の開けっぱなしにね、できないような状態でこう洗剤の匂いとかプンプンさせながらっていうよりは、それよりもうちょっと早くプロできれいに掃除してもらったものを年末まで保つ、これの方がですね、はるかに効率的でお家きれいです。で、ゴミもですね、大概いつも年末に頑張ると、年始はゴミと共に暮らすことになるんです。うちの場合まだ庭があるんでね、庭に置いとくんで、寒いから腐ったりとかもしないでいいんですけど、なんともね、残念な風景ですよ。やっぱ大掃除頑張っちゃうから、断捨離もだいたい10月11月に今最近やるようにしてるのは、年末に頑張って捨てるとゴミと共に暮らさなくてはいけない、年末年始がね、やっぱり残念なんですよね。なんで、その時期をずらしたいライフスタイルの人を狙うといいですよ、お掃除。で、これもだから同じように、
年末年始になったらもちろんやりたいものもあるんだろうけど、それを早くずらすことによって需要喚起できないかって、これは頭の使いどころになります。だからイベントっていうのはその TPO ですね、これをやはり意識した状態で立てていって、一般人の場合にはですよ、その方にきちんと伝えていく、誰がどこにいるのかっていうのも含めてですけどね。でもだとしてもですね、やっぱり会員制のコミュニティの中で望まれるものを提供していく方が早くて確実です、やっぱり。であとリピートつきやすいですね。私なんかも先日開講したポートレート撮影会っていうのがありましてですね、これ好評なんでもう 4回目になるんですけれども、ほぼほぼ私には収益残らないんですけれども、そちらをやることによってですね、私のクライアントさんのもちろんモチベーションも上がりますし、綺麗なお写真が手に入りますからね。私にとっても別にそれは悪いことじゃなくて、その人のブランディングないしはいい状態のプロフィールがあって集客がしやすくなると、当然成果が出やすくなるので、私としても成果が出やすい方向に動いていく風にその方をデザインしていく、プロデュースするのも私の役目なので、いい写真が手に入るっていうのは結果いいことになるので、こう活動としては悪くないんですよ。そういうものも定期的にやって、みんなが前回楽しかったって言うとまた今年もやろうかっていう、こう通年アイテムというか通年の催し物になっていくので、毎回楽しいと思ってもらえるように企画はしないといけないんですよ。いけないんだけれども、そういう通年ものとかがあるとまた強いですよね。はい、ここの時期にはこれがある。私がよく、まあ、今年ちょっと忙しくていけなかったんですけど、梅の先生、花と梅とパンを教えてる先生いらっしゃるんですけど、その先生の、梅講座2週間しかないんですよ。だけれども毎年その2週間に集中するから、お知らせが来ると、あ、その時期が来たんだと思って行ける時には行ってるんですけどね、もう3回ぐらい行ってますかね。まあ、そういうこう通例になっていくっていう、そういうイベントを作ることができるっていうのもイベントレッスンの魅力の一個です。はい、ということでまとめに入りますと、イベントレッスンで集客力を上げるためのコツっていうのは、そもそも自分がやりたいからやるんじゃなくて求められるものをやるっていうのがまず第一点と、それにしたとしても TPO ですね、タイムプレイスオケージョン、この3つを、意識した形で、そのものに適応する、来たいと思ってくださる人たちに適切に発信する、これがやっぱり必要になるので、まず企画ありきなんですけれども、自分がゴールを何を目指しているのかを先に決めた上で企画を練っていただく、それが値段がね破格のものであればパッと集客はしやすいはずになりますので、目的をまず最初にきちんと自分が持つ、ここが重要になってくると思いますので、ご参考に。それでは。